本とタイ観光チャンネル。衝撃、タイのお寺で葬式と水着女性ライブ衝動次回祭。皆さんこんにちは、日本とタイ観光チャンネルです。先日タイで葬式に参列したのですが、同じ敷地内で水着の女性が踊るライブショー。タイでは普通の光景でも、日本人の東方にはカオスに感じた様子をご覧ください。先日タイで葬式に参列することになりました。駐車場に車を止め、寺院の境内に入るといきなり大音量のライブショーが行われていたのです。これはスマホで猫を撮影、すぐに逃げられました。会場の雰囲気はこんな感じで、一応は黒を着ますが割と自由な実情。ところで皆さん気づきました？この人宝くじを売っているのです。葬式の日や個人の生年月日、年齢などで買う人が多いそうです。タイの葬式はこういう雰囲気で割とシンプルなのが多いと感じています。日本と違っても服はなく、着古した黒い T シャツでも大丈夫、黒でなくても派手でなければ普段着で問題ないのです。葬式の僧侶は通常4人、小、老、両、死を意味しています。参列者は読経中でも自由におしゃべりをしたり何かを食べたりと、これまた日本では考えにくい状態です。着席中もスマホで動画を見たり LINE していたり、本当に自由です。坊さんも自分の番じゃないとキョロキョロしたり水を飲んだり、自由です。日本のような重々しい雰囲気ゼロです。本当にこれが葬式なのかと毎回思います。参列者の中からその場で代表が選ばれ、僧侶に寄進します。坊さんは法要などでもそうですが、一度始まれば終わるまで座ったまま一切動きません。すごいなと思うことは、数十分続く度胸でも何も見ないでそらんじていることです。もしかして同じ内容を繰り返しているのかと思ったのですが、最初から最後まで全部違うそうです。日本では般若心経の他はずっと読んでいる坊さんをかなり見ますが、意味があってあえて読んでいるのでしょうか。なお、どの時間帯であってもどこからでも撮影は自由です。日本とは違って多くのタイの寺院は仏像の撮影も自由です。だから大臣が日本に行くと撮影は自由だと思っている人が多いわけです。ところで僧侶はお堂の中の左奥にある仏像と同列に並んでいます。向きも参列者側を見ており、日本とは全く違います。上座部仏教のタイでも仏、法、僧の参謀があり、仏と僧は同等に尊いことになります。だから大式で僧侶は仏と同じ側というのは筋が通っていると思います。それはそれとして、同じ敷地内でライブショーが始まっています。坊さんたち全員随分と格好がいいですね。ところでタイの葬式は日本の通夜と告別式が一つと考えてよく、通常は3日から地域により長ければ長く程度続きます。最終日の5時頃に火葬されるのです。親族が焼香していますが、ライブ会場に向かいます。観光地化していない一般のタイ寺院の様子です。スペースがあったらとにかく駐車、よく見かけます。先ほどの坊さんたちに追いつきました。車はとにかく止められるだけ止めるので、早く来ると出られないがよく発生します。同じ敷地内でこれだけ近くでライブショーなのです。
ではなぜライブショーが行われているのでしょうか。その多くが著名人や政治家、富裕層の身内から出廷者が出た時だそうです。日中に出廷の儀式を執り行い、夕方以降は人を招いて大騒ぎするそうです。話としては分かりますが、感覚としてはどうしても追いつきません。敷地内の別の場所ではとはの別れなのに、こうしてライトアップして盛り上がろうとしてます。そしてこちら、水着の女性が踊っている。しつこいようですみませんが、ここはお寺の境内です。寺院によっては特に女性は肌の露出を避ける必要があるので。はい、反対側からも撮影。いや、やはり共感は難しいものがありますね。共感が難しい割には撮影していますが、もう興味本位です。ちなみにタイは連日亡くなる人が多く、今回の参列も10キロほど離れた場所に住む人たちだそうに。近所のお寺では全く空きがなく、ようやくこの寺院を見つけたそうです。しかもこの場所では4カ所別々の堂で同時進行でそれぞれ葬式を行っていました。その中心でライブショー、水着ライブに合わせてラッパーみたいな人たちが出てきて大騒ぎを開始。まさにアメージングタイラモン、恐るべしタイラモン。質問などがありましたら、お気軽にコメントください。